はい、こんにちは、桜井翔平です。今日はですね、モデリングについてお話をしていきたいと思います。で、モデリングなんですけど、実はですね、このモデリングっていうのがなかなかわからないっていう人が非常に多いんですね。で、モデリングってすごく奥も深いですし、でもすごく大事なことなんですよ。で、このモデリングっていうのもできれば、まあ何においても結果を出すことができるんですけど、このモデリングっていうのがわからないと、逆に言えば結果を出すことができないんですね。じゃあこのモデリングっていうのをどういうふうに理解して、どういうふうに実践していけばいいのか、これを今日ちょっと僕ギター今日持ってるんですけど、まあギターでちょっと音楽にも表現しながら伝えていきたいなと思います。で、まずモデリングなんですけど、モデリングの手前にやるべきことがあるんですが、何かわかりますでしょうか？モデリングの手前ですね。モデリングの手前はもうパクるです。答えを言うとパクるです。で、何が言いたいかっていうとですね、例えばじゃあカラオケにあなたが行った時に、カラオケではプロの曲を、歌ってるわけじゃないですか、みんなね。で、あれ単純にパクってるわけじゃないですか。で、そうやってパクることで、例えばカラオケで言うと歌ってる歌い方とかそういうところをこうフォーカスするっていうんではなくてですね、後ろで流れてる音楽、王道パターンを見抜いてほしいんです。で、これは別に音楽でプロ目指してる人が見てる動画じゃないと思うんで、音楽に関してはあんま言わないですけど、要は情報発信をする上で、文章で何かを例えるわけじゃないですか。で、文章で何か例えるってなった時に、そのあなたが好きな発信者とか、あなたが好きな人ですね、勉強になるなとかいいなとか思ってる、その、憧れるような発信者、うまくいってる人な、それをまず何人か必ず見つけるようにしてください。で、その人の発信を、の文章を、もう完全に一字一句間違えず、スペースとか点とか丸とかも間違えずに全部パクってください。で、もちろんこれを世に発信するのはダメです。絶対にやってはいけません。ただ、あなたのワークとして、あなたの練習として、モデリング先というか真似する人を見つけて、で、その人の文章とかスペースとかもう本当全部徹底的にパクって、ワークとしてこう打ち込んでと、チャレンジしてみてください。そうするとですね、王道パターンというのが見えてくると思います。気づくことも結構多いと思います。で、音楽で言うと王道パターンとかそういう表現になるんですが、発信で言う、分かりやすく言うんであれば、その発信の流れとか構成とかっていうのが見えてくるんですよ。で、この発信の流れとか構成っていうのが非常に大事なことなので、そこを意識しながら、パクってみてください。そうするとですね、ある一連の王道のパターンというのが見えてきます。で、いくつかモデリング先がいてですね、それを、練習ワークで取り組んでいって、で、自分の中に取り入れていくことで、発信に関してあなたの発信力もかなりパワーアップすることになるんですね。で、こう、口で言ってもちょっといまいちこう伝わらないと思うんで、今日はこの、音楽をギター持ってますんで、約4分ぐらい経ってから初めて登場させようと思うんですけど、どういうことかっていうのをちょっと音楽で表現してみようと思います。で、まず、モデリングの前にパクれって言ったじゃないですか。で、最近ですね、僕XJAPAN が好きなので、Say Anything っていう曲をですね、カラオケで歌ったのをこう発信したんですが、それにちなんで、ちょっと Say Anything を弾いていこうと思います。で、ちょっと元気で歌ってみますね。元気はちょっと高い、都市高いんで、うまく歌えないと思うんですけど、どうでもいいとして、ちょっとやってみますね。いきます。つむぎだけが心を刺して、聞こえない胸の吐息、時を忘れて求めさまよう、高鳴る想い鳴らして、
ていう曲がありますね。で、今の曲っていうのが、まあ、カラオケでも皆さん歌う元気でね、まあ、こういう風に歌ったりすると思うんですけど、じゃああなたに質問なんですが、カラオケで元気で歌えない場合どうしますか？元気で歌えない場合あなたはどうしてますか？多分見てらっしゃる方ほぼ全員カラオケ行ったことあると思うんですが、あのリモコンでキーを操作すると思うんですよ。キーチェンジすると思うんですね。で、まあカラオケでこうボタンを押せば簡単にキーが落ちるじゃないですか。で、ちょっと僕は今日ギター持ってるんで演奏でやっていこうと思うんですけど、今のを4つぐらい音を落とします。4つぐらい音を落とします。そうするとどうなるかっていうと、まあ歌いやすくなるんですね、当然。ざわめきだけが心を刺して、聞こえない胸の吐息、時を忘れて乙女さまよ、高鳴る想い出して。はい、でこれはどういうことかっていうと、まあ、このままでもまだ正直パクリですよね。なんでパクリって思うかっていうと、パクってるものが多すぎるからです。で、何をパクったか、歌詞、メロディー、テンポ、曲の構成、もうほぼほぼ全部パクっているんですよ。でも一個だけ変えた部分があったじゃないですか。キーですよね。キーを落としただけですよね。あとは全部パクったじゃないですか。ここわかりますよね。これカラオケでもあなたでも体感してることなんで、そんな難しい話じゃないと思います。はい、でここからがポイントなんですが、手が見えないか、よし、こうやって手が見えるところですね。この今の、聞こえないっていう、この今のところまでのこのパターンっていうのは、実はかなりの多くのプロがこの構成を使ってるんですね。で、要はプロっていうのはいろんな勉強していて、まあ、いろんなものをこう取り組んだ上で、まあ、受けるものとかいいものっていうのを取り入れてるわけじゃないですか。で、そこまで、まあ、理解してなくてもいいんですけど、さっき言ったようにいい人のこう文章をパクっていくと、まあ、そういう人っていろんな勉強をされた上でその発信をしていますので、まあ、理論的に分かるのがベストなんですが、感覚的に分かるでも構いません。その王道パターンっていうのが流れであったり構成のことを言ってるんですけど、それをですね、まずあなたが気づいたりしたら、まあ、かなりチャンスです。いいことになってきます。で、これがね、音楽で例えるとどうかっていうと、今のこの4つのことをちょっとだけ変えていきますね。ちょっとだけ変えると、じゃあどんな曲になるのか楽しみでしょう。はい、じゃあ2つちょっと全く同じコード進行、途中までで少し変えるだけで、じゃあどんな曲になるのかっていうのを今実際に演奏してみようと思います。じゃあまず1個目ですね。Country road, take me home to the main. I'll be home, Mr. Gina. Country mama, take me home.っていう感じで、どうですか？全然違う曲になりましたよね。でももうこうなってくると、もう歌詞も違う、メロディーも違う、テンポも違う。でも実は後ろで弾いてる曲の構成はほとんど一緒です。ほとんど一緒です。要はさっき言った王道パターンってやつですね。流れとか構成のことです。これは全く一緒の状態で歌詞、メロディー、テンポを変えるとここまで変わってしまうと。今の曲知ってた方も多いと思います。じゃあ次、この曲も知ってる人が多いと思います。ちょっと歌詞が分かんないんで、あの メロディーだけ歌いますね。
ということで、レッド・イット・ビーですよね、今の。ビートルズのレッド・イット・ビーなんですが、このレッド・イット・ビーに関しても、ちょっと元気かはわからないんですが、これも今聞いてわかったと思いますが、テンポ、歌詞、メロディーが違うんですけれども、後ろで弾いている構成はもうほぼ一緒なんです。これも。ほぼ全く一緒なんですね。全く一緒なんです。詳しい人は僕の手を見てて、コードで分かったかもしれないんですが、知らない人でも気にすることはなくて、後ろで弾いてる演奏はほとんどもう構成とか全部一緒なんですけど、表で歌ってる歌とかメロディーとか歌詞が変わることで、この3パターンがあったじゃないですか。まあこういう感じで、もう一回言いますね。流れとか構成とか、その王道パターンっていうのを見抜くことさえできれば、いろんな表現の仕方ができできるようになります。じゃあこれをやるためにこれをモデリングっていうんですよ。で、プロでも実際こうなわけじゃないですか。あえて僕自分の曲なんか歌ってないので、有名な曲を歌ってますよね。プロでもこうなんですよね。で、そうなってくると、じゃあ何が大事か思い出してくださいね。その手前にあるパクるってことです。で、何回も言いますが、それを発信しちゃいけないです。あなたのワークとして取り組んでください。そういった何本もこう、いいなって思った人ものものを見つけていただいて、それを徹底的にパクる文章を。で、あなたがワークとして取り組んでみる。これです。で、そういうふうにやっていると、裏にある構成とか流れとかっていうのが、まあ、あと表現の仕方とかね、いろいろ気づくことが出てくると思います。で、そういってパクったもので、いろいろ気づいたものを自分にどんどん取り込んでってください。で、取り組んできて、一つのテーマに関して自分で発信したときに、それが、人のいいところをパクっただけなんですけれども、あなたの個性に変わってきます。これ間違いなく断言できます。僕音楽もやってたんですけど、みんなそうです。誰かに影響を受けて、それを自分に取り込んでって、それを表現していく。で、そこでどんどん突き抜けていく人が、売れていく人なんですね。だから、パクることは決して悪いことではなくて、むしろ必要なことです。ただそれを世に発信しちゃいけない。ただそれだけ。あなたがワークとして練習するっていうだけですね。でもちろん別にお金にするとか売るとかそういうんじゃなければいいんですけど、趣味でね、どっかライブハウスとかで人の曲を演奏するとか、そういうのは構わないと思うんですけど、情報発信っていう世界は厳しいんです。発信するのはやめた方がいいです。ただ、ワークとして取り組んで、いいところをどんどん吸収していってみてください。で、意識するところは何回も言いますが、流れとか構成のところですね。あと表現の仕方とか。で、そこを、この3つを意識してパクっていくと、見えてくるものが必ずあるので、あとはあなたなりの発信でそれを活かしていくだけ。で、いきなりうまくできたりとか、そういうのはまあ無理です。当たり前ですがね。そんな甘くないんで、コピーライティングとかそういったものに関しても練習、要は量をこなす必要があります。で、ただその量を毎回こなしていけば、あなたの発信力、表現力、コピーライティング力、すべてスキルがどんどん上がっていきますので、そのように日々取り組んでいくと、あなたの発信もかなりパワーがあるものに変わって、あなたのファンがより多くついてくるという流れになります。はい。で、これはもう僕が確信を持って言えることですので、ぜひ僕を信用していただける方はですね、信じてこれをやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、この動画を見てわからないことがあればですね、ここの僕の動画の下に LINE の URL 載せておきますので、ぜひ僕とお友達になってください。で、わからないこととかがあれば、その LINE で1対1で聞けますので、お答えしますし、あとは僕の LINE では、あんまり発信、他の媒体では発信してない LINE 限定での情報っていうのもかなり、あなたにとっていい情報もかなり送ってますので、ぜひ LINE の、お友達にもなっていただければなと思います。で、また、この YouTube チャンネルの登録っていうのもぜひ、お願いしたいなと思います。そんな頻繁的に、アップはしてないんですけれども、こういった動画とか解説とかっていうのもしていますので、ぜひ、YouTube チャンネルの登録の方もよろしくお願いします。では、本日の、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。